こんにちは、ブリアンチの松野です。キャロです。今日はゲストに岡田武宏くんに来ていただいてます。こんにちは、岡田武宏です。ありがとうございます。岡田ちっちゃいです。ブリアンチ初ゲストですね。あ、そうですね。そういえば、YouTube、そう、初のゲストです。ストです。僕はヘアセットでさせていただきます。お願いします。はい、お願いします。岡田くん、服もめっちゃおしゃれ。うん、いや本当に、すごいですか。めっちゃ可愛い。人が、嬉しいですね。いやいや、もう普段どこで買い物とかするんですか？なんかここに決まったってとこは行かなくて、あんまり、そうですね、その街歩いてて、あ、ここ入ってみようって感じで入ったりとか。おしゃれな人がいるやつか。いやいや。YouTube とか見ますか？見ます見ます。あ、見ますか？おお。直木マンションさん。はいはいはい、初めて聞きました。都市伝説とかなんか、あ、はいはいはい、結構そういうあんまり人が知らないようなことを紹介してくれる。そういうのめっちゃいいですね。はい、それみたいなね、いい感じです。いや、あの、そんなに。すいません。今後どうしていきたいなとか。そうですね。なんかチャレンジすることを忘れたくないので、なんかここでなんかちょっと名前が売れてなんか満足するんじゃなくて、なんか常に挑戦できるようになんかいろいろチャレンジしたいと思って。いや、素晴らしい男ですね。いや、かっこいい。かっこいいわ、中身もかっこいい。いや、確かに。あれダンスだっけ。ダンス僕見ました、そういえば。本当ですか？まあ、あのちょっとインスタであの拝見させていただいて。あ、はい、昨日もね、インスタライブちょっと見させていただいて。あ、そう、あの花粉症って言ってたから。あ、はい、特に花粉症。あのティッシュ買ってきました。あのインスタライブで、はい、あの箱ティッシュよりか袋に入ってるのが好きって言ってたから、あのこれあの今から使ってください。でこれがあの帰りに使ってください。これはあの記念に。いただきました。メガ僕も買いそうです。そうですよね。今メガネってそれ確か動画入ってます。入ってます。あ、そうなんだ。入ってます。でも撮ったらあんまり見えないです。あ、本当に。なんかたまにそのなんか伊達メガネ撮ってみたいなと思うんですけど、うん、本当です。これを見た方はあの本当のメガネです。岡田君は本当のメガネで。あ、本当のメガネ。さ、伊達さん。どう入ってます。入ってます。めっちゃいい匂いですね。あ、そうなんですよ、これ。いいやつ買ってきました。こちら、あの、はい、ブリランチンでもプレアップしてます。ダンスどれくらいやってますか？もう結構長いから。いや、5年とかですか？5年っていうね。そうなんだ。お兄さんのやつもすごい緊張だ。あ、いや忍者、忍者もやってます。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃかっこよかったです。いや、大人気でしたね、女の子たちから。めっちゃ写真性が生まれてた。すごかった。幸せです。どうでしたかね、今回、バス部に参加していただいて。すごい緊張したかなと思うんですけど。正直、緊張はもうめちゃめちゃして。けどなんか、終わってからの感想はもう本当に、はい、なんか人生の2回目の成人式だなと思いました。いいコメントいただきました。いや本当にいや本当にありがとうございました。はい、こちらこそです。またぜひ機会があったらフリーランチにも遊びに来てください。はい、岡田くん主体の企画をやりたい。じゃあさっきチャンネル登録しておきました、うん、ありがとうございます。マジっすか、うお超嬉しい。いやー、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。めちゃめちゃいい。すいません、行きます。